ザブース、皆さん、こんにちは。ドイツガイドの萩原です。もうすっかりね、雪景色になっているんですが、早速皆さんに今日の場所、実はドイツでもオーストリアでもなくて、南チロル。インスブルクをね、紹介したと思うんですが、それをもうちょっと南に行くと、もうイタリアということで、このドロミテにね、今来ています。見てください。この泥みてなね、こう、剣のようなギザギザした山がね、特徴的なんですが、もう冬の景色にね、すっかりなっています。本当は夏になると、ここにメラルードグリーンの湖があるんですが、すっかりね、もうこう、1520メートルぐらいなのでね、凍っています。で、今日はね、アルプスを紹介したいということではなくて、やっぱり12月なので、まだ、クリスマスマーケットをね、皆さんに紹介しようと思います。この南チロルのトレンティーノ・アルト・アージェ州の州都ボルツァーノにクリスマスマーケットが開催されているので、ぜひね、行ってみましょう。ボルツァーノにね、やってきました。奥にね、ちょっと見にくいんですけど、アルプスの山が見えるんですが、あそこにね、さっきいたんですよね。ドイツ語名では、ボーゼンということなんですよね。ここはラウベンガッセということで、いろんなね、お店が並んでいます。例えばマックスマーラ確かイタリアでしたよね。こういうかわいい、このテディベアのぬいぐるみなのかな、なんかぬいぐるみと一緒にセット、帽子とか、なんかイタリアらしいファッションの国って感じがしますよね。ラウベンっていうのはイタリア語でポルティチってことなので、これアーケードがずっと連なっている、商人のお店だったということなんですよね。やっぱお洋服屋さんがね、最近ここの辺りはすごい多い感じがします。で、今はね、コロナなので、こういうふうにマスクがあって、なんかちゃんとここにメイドインイタリーってね、書いてありますよね。カラフルな、こういう色使いもやっぱイタリアらしいですよね。コロナで、ドイツとね、そのオーストリアが、ご紹介できるクリスマスマーケットってものが、ほとんどね、僕の辺り、住んでる辺りはなくなってしまったので、ちょっと今回はイタリアの紹介してみようかなって形になったんですね。わあ、ここら辺もすごい。こういう色使いはなかなかちょっと、ドイツでは見かけないなっていう、簡単な印象ね、勝手な印象があるんですけど、それと、コロナに関係なく、ちょっとね、ドイツ、オーストリアはもういいよと、クリスマスマーケット、ちょっと違う国のと比較してみようじゃないかっていう意味もちょっと込められていて、ボルツァーノにやってきたんですね。ここはやっぱり少し歴史的にね、すごく面白い。普通イタリアだとね、僕が知る限りクリスマスマーケットっていうのはね、あんまり文化としてはないんですけど、ボルツァーノはドイツ語圏に近い、そして一時はドイツ語圏の国であったということで、今オプスとプラッツにね、来ています。こういうネプチューン像があって、昔はね、ここにプランガーっていう、何か秤をね、あえて詐欺したパン屋さんとかがここに釣られて、罰を見せしめにあっていたってことなんですよね。オプスとプラッツってことなんで、果物とかさまざまなお花屋さんとかがね、売っていて、昔はビクトワリアンマルクとミュンヘンでと同じ、生活用品店っていうお店が並んでいたんですが、こういうところに可愛らしい人形が、今はオプスとプラッツというふうにね、名付けられています。わあ、イタリアらしいもんなんかありますかね。アーティチョーク。アーティチョークはイタリアらしいですよね。あんまり、ドイツのね、ミュンヘンのビクトリアンマルクってもあるとは思うんですけど、なかなかあんまり、あとお花屋さんがありますね。こういうふうに、わー、並んでると、上にあるのがクリスマスのね、ポインセチアだったかな。お花がたくさん並んでます。こちらもずっとお花が並んでますが、ちょっとこっち側に行ってみましょう。歴史的に面白いっていうのはですね、昔はここはチロール、オーストリア、ここも
家のところに。奥にうっすらとアルプスが見えますが、まあ、ローマ帝国、ゲルマン民族、ロンバルド王国、その後に基本的にはずっとチロル、あ、革製品がありますよ。もうなんか歴史よりかきっとまたお店の方がね、皆さん気になると思うんですけど、イタリアといったら革製品、もともとはチロルの、だからインスブルックのあたりの、まあ、漁師の人がここは昔はずっと治めていた町なんですよね。あ、こういうところを見てください。ソーセージスタンドがあるので、ドイツ県らしいですよね。治めていたんですが、ナポレオンの時代になって、ナポレオンがここイタリアのね王国に編入したってことなんですよね。そこがまたイタリアとの関係を初めて持つようになって、また美味しそうなケーキ屋さん、話がどんどん飛んじゃいますけど、70周年を聞いて記念してお菓子屋さんがありますが、やっぱりねこの辺りで一番おすすめなのはやっぱりこういうカスターニエンヘルツェン、わかります？あとカスターニエンっていうマロンのケーキ、すごい食べたんですけど、すごい美味しかったです。この辺り秋になるとね、マロンがたくさん取れるということで、このカフェコンディトライモニカ、個人的にねすごくおすすめです。わー、奥に山がね見えますが、ちょっと話が終わっちゃった。ナポレオンに編入して、その後ウィーン体制っていう風にね戻ったんですけど、その後もしかしたら皆さん世界史の勉強がされた方、未開州のねイタリアっていうのがあったと思います。第一次世界大戦にイタリアが南チロルとトリエステを、まあ、取り返して、再びイタリアに編入されたと。まあ、ただその当時もねずっとドイツ語圏のまあ地方だったので、ムッソリーニが産業をねこの辺りにたくさん持ってきて、イタリア人をまあ住まわせてイタリア化させたってことなんですよね。今は日本、だいたいイタリア語をしゃべる方が 74.5% が3分の4、ドイツ語をしゃべる方も 25% ぐらいということで、本当にそのドイツの人にとってみると、あとドイツ、オーストリアか、ちょっと外国を感じる、違うな、自分の国を感じるイタリア、イタリア人の人にとって決めると自分の国なんですけど、どこか外国を感じるという場所なんですよね。で、次に紹介したかったのがこのトゥーンっていう、このボルツァーノ、ボーゼンの発祥のお店、ちょっとね入ってみましょう。どうですか、ここに書いてありますよ、アイラルボーツァーノ、そしてドイツ語でグリュック、ハピネス、ナターレ、エモツィオン、ほなセーラー、あー見てください、このほら可愛らしい、こういうのなんか日本人の方すごい好きじゃないですか。かなりこうデフォルメされてるというか、怖くないサンタクロースとかキツネとか、わー見てください、ちょっとこう子供にはねすごくおすすめですよね。この内装もね素晴らしく、あとこういうお皿とかもこういうのもあるんですね。でこのボルツァーノ、ボーゼンでしか買えないっていう商品が、どうやらさっきお店の人にね教えてもらったの、ここのラインナップ、まあ、イタリアの他のお店にも、イタリアの他の都市にもか、お店はあるんですけど、こういう可愛いですね、スキーのっていうのはここでしか買えない。わあ、こういうのもすごい可愛い、結構お値段も高い。 あとパネトーネもありますよ、イタリアといったらパネトーネ、わあいいですね、クリスマスの時期に。いやー、じゃあ先に行きますかね。アリベデルチ。どこまで話したっけな。そう、未開始のイタリアで、あ、そっか、話したか、もう大丈夫ですね。
ということなんですよね。なので街自体には本当に看板見るとイタリア語とドイツ語が併記されていたり、あとそのバス停とか時刻表も2つドイツ語イタリア語の表記なので、ちょっと見にくいっちゃ見にくいんですよね。全く違う駅名とかになってるんですよね、ドイツ語イタリア語だと。まあ、さっき言った湖はラーゴディカレッザ、イタリア語、ドイツ語だとカーラーゼなので、あんまりね変わらないんですが、あ、また出てきましたよ、ポップアップ、イジーニオマッサリ、これはイタリアの有名なパティシエですね。僕もなんか一回だけこの方のなんか YouTube を見てなんかケーキをね作ったことがありますが、パネトーネ、この近くだったかな、ブレーシャだったかな、あとクリを使った言葉が出てこないですね、マロングラッセも有名、そうマロングラッセが有名、わー出てきました。ここが街の真ん中ですよ。まあ、だいたいボルツァーノ、まあ、イタリア語に統一して10万人ぐらいのね都市になるということで、まあ北イタリアとして結構ね景気も良くて、あとウィンタースポーツ、夏はもうドイツ人の方がね押し寄せるぐらい、もうこのドロミテはね2009年に世界遺産にね登録されたということなので、ますます注目をね浴びるようになったということで、まあ、メルケル首相なんかもね毎年この南チロルのところでね休暇を過ごすぐらい好きで、本当に僕もボルツァーノ自体はもう本当に6、7回ぐらいですかね、やっぱここを起点にしてそのドロミテのハイキングとか、ね、楽しむことができるということなんですよね。でもう一つ有名なこのボルツァーノで有名な店があるんですよ、知ってますかね、このお店知ってますか、ロアカ、日本だとローカーなんのかな、このお菓子をね知ってますか皆さん、これそう、このお菓子はボルツァーノボーゼンの発祥ということで、ここにそのカフェとショップがねあるということなんですよね。こちら側にはマリア・ヒンメルファート聖母商店の教会があります。これもねなんかイタリアとドイツオーストリアが組み合わさったような、この屋根なんか部分はねなんかこうウィーンのあのシュテファン教会のねモザイクにね似てますよね。じゃあちょっとこっからクリスマスマーケットに行ってみような、プレゴプレゴテクダッツェ、わあここがバルター・フォンデル・フォーゲル・ワイデ広場、なんかこれもドイツ語っぽいですよね。もともとは実はここマキシミリアン広場って呼ばれたんです。なぜならナポレオンに初め協力したドイツはバイエルンということで、バイエルンはまあ寝返ってナポレオンによってバイエルンは王国に昇格されて、一時期このボーゼンはボルツァーノはバイエルンの領土だったということで、昔はマキシリアンプラッツ、そのバルター・フォンデル・フォーゲルバイデっていうのはドイツ中世の、ね、詩人なんですが、まあ、あのその後ねワーグナーのタンホーザーとかルートヴィヒニスもつながってくるんですが、どうやら南チロルで出身したっていうね一時伝説お話があったのでここに建てられたということなんですよね。あ、そして皆さんミッテンバルトってね町を覚えてますか。ミッテンバルトはこのボルツァーノの町がベネツィアと喧嘩したことで市場、交易市が変わっちゃったんですよね。ミッテンバルトに移動されたことでボルツァーノは少し衰退してしまったんですが、再び戻ってきた。ミッテンバルトだから関係していて、ミッテンバルトで5年に1回ボーズナーマルクトっていうのがあるっていうのはね皆さんにも紹介したと思うんですよね。あーハローボナセーラー、ということでこのお店トレンティのアルトアディチェのスペシャリタ、なんていうんですか、特産品をね預か扱っているお店ということで、
やっぱりおすすめしたいのがこのゼルテンですよね。はい、ということで一軸のねケーキということで、なかなかここでしかね見つけることができない。そしてこれはクエストエシュトゥルーデル、これもまあイタリアの北と、そしてオーストリアでもねちょっと見ることができる。あと美味しそうなねこういうクッキーとかもねありますよ。お店はレーマール、なのでぜひ次のアリベレッジグラッツェ、だからクリスマスマーケットも本当によく見てみるとここでしか買えないもの見れないものっていうのがあるんですよね。あー、ここもアンティーク、そしてここは木彫りのプレゼーピオですかね。わー素敵な、あの山小屋も可愛いですね。なんかすごいここはでもすごいあのある程度間隔がすごく開けられていて、あここも素敵なクリスマスカードのお店なのかな。そしてこの辺りはやっぱりあのハムとかソーセージがすごく有名ということね。チャオ、わー確かね、イタリアとドイツの違いは、イタリアはね、外で乾燥だったのかな、ドイツは燻製だったのかな。あ、でも、この辺りはドイツらしいですよ。オーストラリアらしいプレッツェルが。でもなんかこっちちょっと、あの、ボテッとしてますよね。熱い感じ？ここもそういう意味でちょっとやっぱり、違いが面白いですね。うわー、この辺り。この辺りどうですか、アンシッサリン、もう言葉は、あー見てください、このさっき見たバルター・フォン・デル・フォーゲル・ワイデとこのマリア・ヒンメル・ファート教会、帽子屋さん、やっぱりね冬寒いところはねどうしても帽子屋さんがね欠かせないですよね。これは何だろう、ハーブ、黒いた、この辺りはねだいたいあまり変わらない感じですかね。あ、もう16分もなってしまったということで、もう限界、皆さんのどうだろういやー素敵な、ここのクリスマスツリーはなんか子供のなんか何ですか、この人形みたいのが、あーここはでもイタリアらしいですね、ワインラウンジって書いてありますよ。きっとここもねあの南チロのワインもねすごく美味しいので、わー これも圧巻なクリスマスツリーですね。そうだ、皆様に最後プレゼーピオっていうのがねあります、まあ、キリストの生誕神のモデル、もともとはこれイタリアでね生まれた聖フランチェスコが考え出したということで、ドイツ語ではクリッペということで、大きなその生誕のこの真ん中のところにね本当はキリストがいるんですけど、まだクリスマスになっていないので置かれてはいません。いやー、ということで、いかがでしたでしょうか。ちょっとまたイタリアの違ったクリスマス。また次回の動画でお会いしましょう。